この3つともですね、ノルドストリーム2をともかく亡き者にしようとして起きたものではないんです。最初のカーツァーというのはトランプ大統領のスキャンダルから起きてるんですね、うんうん、トランプ大統領が大統領選に勝ったのは、うんうん、ロシアとの何かの、うん、まあ談合があったのではないかということで、サイバーアタックもあったということで、そこでトランプ大統領が追い詰められて、そこで出したのがこちらなんです。つまり自分はロシアとは縁を切ってるんだよということで、米国内での人気取りという、そうな人気取りということですね。人気取りのために他国に介入してもいいということは、はい、当たり前だとアメリカでは思われてるんですよね。思われるということですね。狂ってますね。あとドイツ等がアメリカ制裁を押し切ったわけではなくて、この中ではカーツァではですね、国際エネルギーパイプラインに対して、アメリカはですね、同盟国と相談の上、それに対して止めるかどうか判断するというのが条項で盛り込まれたんですけれども、実際にはノルドストリーム2というのはしょうがないねということになったんです。押し切られたというよりは、要は実行しなかったということです。で、2つ目のこのピーサーはですね、2つ注目点があって、2019年というのが、前回の回でもご説明しましたけれども、これ2019年の12月というのがですね、ウクライナを経由するロシアのパイプラインガスのですね、契約が満期を迎えるタイミングだったんですね。その時にノルドストリーム2ができてしまうと、もうウクライナいらなくなっちゃうんです、はい、それを止めるために作られたのがこのピーサーというものだったんです。このおかげで実はウクライナの要は大動脈というのは142という数字、1420億立方メートルなんですけれども、そのうち450億立方メートルは通すことになったということです。これはそのおかげでウクライナが生き残ったということが一つのポイントになると思います。ただ岩上先生がおっしゃった通り、これ面白いのはですね、第2代生産というのはどうやって起きたかというと、年末にですね、国防受験法というのがアメリカであります、はい、毎年次の年の防衛予算を決めるものですね、国防受験というんですけれども、権力を授けるということなんですが、国防受験の中に欧州のエネルギー安全保障が盛り込まれたという面白い、国防というのは国内を守るものですよね、アメリカの要はテリトリーを守るものなんですけれども、そこに、ね、無茶ぶりで欧州のエネルギー安全保障というのを盛り込んだというところがポイントになってまして、これが通ったことによって、これまではですね、こういう制裁法というのはカーツァーの時もそうですけれども、勝手に作ることはアメリカでもできないんです、作るにはまず議員立法が必要で、議員立法の後制裁を実行化するための既存法が必要なんですけれども、国防受験法に相乗りさせることによってですね、議員立法がいらなくなった事例になったんです。議員立法、大変なんですよ、これ。年の明けからですね、大体議員立法ってたくさん上がっていくわけなんですけれども、カーツァーのようになるにはですね、6ヶ月ぐらいかかるのが、国防受験法を使うことによって1ヶ月でできるようになっちゃったんですね。そんな例を作ってしまったということで、これ日本で今会見の中にね、緊急事態条項を入れている、のその緊急事態条項と同じようなもので、そうですね、かつじゃあ国防受験法というこのネーミングですけれども、これは歴史をご存知の方だったら、まず最初に思い出すのはナチスですよね。ナチスの全権委任法というような言い方もしますが、ヒトラーがその独裁をできる根拠となったのはその全権委任法でも、全権委任法じゃなくて正確には国防受験法ですよね。国防受験法という言い方で何でもできるというのを、アメリカは同じような、それ同じようには国家緊急権なんですけど、国家緊急権の理屈で自分ところではないところだから、同盟国って名前がついたら、要するに彼らのテリトリーになっちゃうわけですよ。その同盟国の同意も関係なしにやってしまうわけですから、これはですね、今ロシアはしきりにナチスっていう言葉を、乱用気味に使ってますけど、国家緊急権というものを使っているということ、それによってこれを使っているという、早めて使ったということは紛れもない事実ですから、どこの法学者、国際法学者でもナチの使った国家緊急権と程度の差こそあれ、危ういところに踏み込んでこの法律を成立させたということはね、これは否定できないと思うんですね。だからロシアのナチスだナチスだって言ってるのが、巷のね、ネオナチやなんかのことを指しているようで、そういうことでは一定の
説得力があったりナチスをマークつけたアゾフみたいな連中のことを指してるんだろうと。だけどもっと言ってしまえばそれらをバックアップしているアメリカ国内でこのように国家緊急権が乱用されつつある。これは民主主義の危機だと、民主主義が生み出すものでありながら民主主義を窒息させられたのがナチスじゃないですか。ファシズムってそういうものじゃないですか。これは今本当にアメリカ自体がこの国家緊急権の乱用について真剣にこれやばいよって思わないといけないんじゃないかなと、でそういう冷静な指摘とかが今足りなすぎると思うんですよ。危険すぎるなと思うんですね。こちらのペスカはどうなんですか。ペスカも同じなんですから、これも国防事件法に相乗りしたんですね、危ないですよ。1月に出来上がってるというのもまさにその通りむちゃくちゃですよ。だからね、温室効果ガス発出量の 40% は中国、インド、ロシアで、1位は中国、2位米国、3位インド、4位ロシア、5位日本なんだね。だから G7 中心主義っていうのはここでもダメで、温室効果ガス削減も G7 だけじゃダメなんで、中国とかインドとかロシアを巻き込まなきゃいけないということになりますよね。そうすると世界の石炭発電を天然ガス発電に置き換えると、これできるかどうか僕ちょっと本当分かんないですけど教えてもらいたいんですが、単純計算で温室効果ガス 15% 削減可能じゃないかと。日本原子力文化財団によれば世界全体の2020年の電源別発電構成比以下の通りと、石炭 35.4、 石炭大きいんですね、電源として ね、 で天然ガス 23.7、 水力 16.2、 原子力 10.0、太陽光風力 9.2、 石油 2.1%、 その他 3.4%。 だからこれ石油小さいですね。小さいですね、発電の中ではですね、まあ、やっぱり石油っていうのは、はい、直接的な内燃機関で、ガス田とかに使われているということですよね、はい、で世界の石炭発電を天然ガスに置き換えると単純計算で発電の温室効果ガス 15% 削減可能なのかと。これは可能だと思いますね、そのコストがかかるということをですね、石炭の方が天然ガスよりも安い。まだ安いんですか。まだ安いですね。揉め事がなかったら天然ガスもうちょっと安いじゃないですか、はい、あと先ほどのその G7 のですね、共同声明の中で、天然ガスを廃止するのではなくてですね、あれはバーターがあったんだと思いますね。CO2 の削減措置を講じていない天然ガスも廃止の対象になったということです。つまりそういう対策を講じていれば、じゃあその対策は何なのかということはあまり大きく議論されなかったわけです。大きな枠の中で決められていて、各国に任せられているということで、つまり天然ガスは生き残ったというふうに見ることができるかなと思います、ね、天然ガスの中に種類が分かれているということですか。天然ガスに対して、つまり天然ガスを燃焼したときに CO2 をどう回収するかということも義務付けられつつあるわけですね、それを講じてれば天然ガスの開発に対する投資も認めることができるということを取ることができたということが今回の声明の重要なポイントだと思います。じゃあ報じ方はそんなふうには報じてないように読めるんですよ。リードとか日本がやられたという感じがしますけれども、読み込んでいくと共同声明の中で書かれているのは、問題はですね、化石燃料に対する投資をどうするかということなんですね、でこれは IEA も言ってますけれども、このまま投資を限ってしまうと中期的には石油天然ガスが取れなくなってきて価格が上がっちゃいますよと。必要な時に、移行期にはです、必ず必要なんですけど、2050年でなくて2035年段階では必要なんですけれども、その投資を例えば欧米の特に欧州の金融機関というのはもう融資しちゃダメだということを言ってるわけです。新しい化石燃料に対しては開発しちゃダメだということを言ってるんですけれども、それはごめんなさい、温暖化のために、モラル的にしないという意味で投資しない方がいいということなのか、それともその今おっしゃったこのあと埋蔵量がね、実際埋蔵量っていうのは時々ね変わりますからね、後でね、ないないって言いながら続いてるということを見ると隠されてるような気もするんですけど、あるいは低く見積もられてるような気もするんですけど、石油がいつ枯れるかわからないっていつも脅されてきたような気がしますし、それから天然ガスもね、どうなのかっていう気がするんですが、その物理的に限界が来るっていう話なんですか、どっちなんですか。その投資をやめろっていうのはただもうナイーブに、化石燃料を使えば CO2 が出る、 CO2 が出れば気候変動に悪影響を及ぼすということですね、それだけで欧州の金融機関というのはもう投資しちゃダメだということなんです。でそれは間違ってるんだと思います私は。なぜかというと
人類全体のですね、エネルギーバランスを考えれば、石油天然ガスはある程度必要になってくる、2050年段階ですらまだ大層を占めている可能性があるわけですね。でそうするとそこに融資を行ってしまわないと、今から止めてしまうと、どっかでその先ほどの火災年数っていうのは下がっていってしまう可能性があるわけですね、必要な時に。で価格も上がっていくということです。必要なのに出る量が少なくなるということですから。で今回の声明の中で投資しないとね、投資しないと、つまり常にあれは投資し続けていかないと、意外と石油とかダメなもんなんですよね。で産油国は嬉しいんですね、投資しなくても少ない量で多く儲けることができるなら価格が上がるわけですから、でそれは困るということで、需要国としてそれを盛り込んだのが今回のは、天然ガスに対する投資というのは適当であると、適切であるということが認められていて、ただし CO2 の排出削減努力をしないといけない、なるほど、措置をしていかないといけないということで、そこが認められたというところがバーターになっている。つまり今までは石油天然ガスは投資しちゃダメだダメだというのが、まあ、流れだったわけです。それをなんとか認めさせることができたけれども、 CO2 の削減に対する措置は行っていかないといけないということに盛り込まれたということですね。さっき僕言いながらちょっと笑っちゃったというか、ちょっとよくわからないところで言ったんですけど、ごめんなさい、天然ガスの、ごめんなさい、天然ガスの発電、はい、天然ガスの発電というのは現実にかなりその有効なものとして機能してるんですか？あ、してます。それはもちろんそうなんですか。じゃあ天然ガスは天然ガスとして暖房とかを、そうですね、天然ガス発電がありますね。ありますか、はい。じゃあ天然ガスが安いものであれば、それは石炭よりはですね、有毒物質を出さないんではないかな。出さないから、その通り。CO2 だけじゃないんですよね、石炭。硫黄分の問題あるでしょ。そうですね。天然ガスは少ないんですよね。少ないです。はい。硫黄とかのやっぱり昔のことを思い出すと、これはやっぱり相当その環境直接的にですね、悪化させてしまう部分があると思うんですけどね。あと石炭自体もですね、これは日本はもっと売り出すところですけれども、クリーンコールテクノロジーと呼ばれるもので、石炭の実際その CO2 が出る分、硫黄分が出る分、NOX が出る分というのも回収する技術、かつ燃焼効率を上げる技術って日本ってすごいものを持ってるんですね。だからこういうものを、まるで石炭は全て一緒くたにダメですと、中国の発電所と日本の発電所と違うんです、日本の発電所ってのはもっといいものなんですね、でそういうものをしっかり出していかなきゃいけないのかなと思いますね。石炭で発電したとしても、なるほど、環境負荷は低い状況になってきている、そういうものをもっと使っていってもいいだろうということを日本は発信していかないといけないと。天然ガスをでも全部廃止っていうのはなんか原理主義的で、ちょっとね、もうちょっと柔軟に考えるべきですよね。